秩父鉄道パレオエクスプレス。パレオの名は古代の秩父地方に生息した幻の怪獣パレオパラドキシアにちなんだもの。客車は12系客車、ダークグリーンを基調とし緑豊かな秩父地の自然に溶け込んでいるかのようだ。C58 型は通称C58、日本各地で活躍した百花万能型の名車両である。埼玉県の小学校に保存されていた363号機は昭和63年にパレオエクスプレスとして復活を遂げた。客車は平成12年までは旧型客車が使用され、現在とは一味違った雰囲気を持ち合わせていた。平成10年 C58 型363号機は JR 東日本に貸し出され、 SL 北アルプス号として大糸線に赴いた。壮大なアルプスの山々に C58の汽笛がこだました。